二刀流覚醒。大谷翔平は2021年シーズン46本塁打を放ち、ア・リーグのホームランランキング3位につけました。この46本塁打は歴代日本人メジャーリーガーの中でもダントツの1位。2位の松井秀喜の31本塁打を大きく上回っています。日本球界切手の強打者と言われた松井秀喜は、打者大谷をどのように評価しているのでしょうか。今回は松井秀喜から見た大谷翔平についてまとめていきます。大谷に対する松井氏の評価。まず松井は大谷に対して、いろんな意味で皆さんの想像を超えているというか、いい意味で裏切ってくれている。これからも今までの野球の常識みたいな部分をどんどん突き破ってほしいとコメントしています。大谷と松井は高校時代から怪物と騒がれ、高校卒業後すぐに日本のプロ野球で活躍しました。両者とも右投げ左打ちでパワーヒッターということで共通点が多くあり、比較されることが多くあります。松井は規格外のパワーからゴジラの愛称で親しまれ、1993年から2002年まで読売巨人軍でプレー。日本人最強スラッガーとして鳴り物入りでメジャー挑戦をします。メジャーでは名門ニューヨークヤンキースでプレーし、長くにわたり中心選手として活躍しました。松井はメジャーリーグでプレーした10年間で1236試合出場、175本塁打、打率2割8分2厘の成績を残しています。この175本塁打は日本人メジャーリーガーとして最多であるにもかかわらず、通算打率も2割8分を超えるなど、確実性も持ち合わせていた打者です。また松井はポストシーズンに強く、2009年のワールドシリーズにて大活躍し、日本人初のワールドシリーズ MVP を獲得、チームを9年ぶりの世界一に導いています。またヤンキースがチームに貢献した OB の功績を称えるプライド・オブ・ザ・ヤンキースを受賞するなど、アメリカの現地ファンからも愛されており、メジャーリーグ挑戦で大成功した選手の代表例です。メジャーリーグで大成功した選手にはイチローもいます。しかしイチローはホームランではなく、安打数や盗塁、守備などの総合力が高い選手。大谷は野手としてはイチローのような総合力よりも松井のようなパワーヒッタータイプです。そこで大谷が松井よりもホームランを打てるかということが、ある意味では野手としてメジャーで通用するかという物差しになっているのです。そして松井は大谷に対して、いろいろな意味で皆さんの想像を超えていると評価しています。これは野手としての能力の高さだけではなく、投手としての能力の高さも含んでいます。大谷と松井の決定的な違いはポジションにあります。松井は外野手ですが、大谷は野手と投手の二刀流。投手としての大谷は所属していた日本ハムの先輩であるダルビッシュ有と比較されることが多いです。大谷は投手としても野手としてもメジャーで大成功した日本人選手と同様、もしくはそれ以上の結果を期待されるものすごいプレッシャーと戦っているのです。二刀流に対する松井秀喜のコメント。松井は大谷が二刀流でメジャーリーグへ挑戦する際、誰も歩いていない道を歩いているとコメントしています。また高校まではエースで4番はいたけど、プロで二刀流という発想はなかった。本人の意思と球団の理解があれば二刀流に挑戦してもいいのではないかと思っていたともコメントしています。大谷の二刀流については、日本のプロ野球へ入団した当初から賛否が分かれていました。その理由としては、厳しいプロの世界で二刀流に挑戦して成功した前例がないため、大谷の二刀流挑戦も中途半端に終わるのではないかと見られていたからです。また体力面での懸念もありました。先発投手は登板後中6日ほど空けて次の登板を迎えるのが通常。これは一度登板するとかなり体力を消耗し、次に登板できるまでの回復期間が必要であるためです。しかし二刀流の場合は先発での登板に加え、野手としても試合に出場することが求められるのです。そこで
日本ハムは大谷を指名打者で起用したり、代打のみでの出場させるなど配慮をしました。その結果、日本ハムが日本一となった2016年には、投手として21登板10勝、野手として104試合出場し、打率3割2分2厘、22本塁打という素晴らしい成績を残しました。翌年は怪我の影響により、投手、野手ともに出場機会が減ってしまいましたが、オフにポスティング制度を利用してメジャー挑戦を表明。この時大谷が日本と同様に二刀流で挑戦するのかについて注目が集まり、野球評論家の間でも意見が割れました。大谷は2015年に15勝を挙げて最多勝を獲得しており、過去に野手で活躍した日本人選手が少なかったことから、投手に専念した方がいいという意見もありました。この時松井は、テレビでしか見たことがありませんが、見る限りいい投手でいい打者でもあると思います。日本ではうまくやっていたから、一野球ファンとしてどのようにプレーしていくのか興味深い。さらに、今まで僕は投手と打者で結果を残した選手を見たことがありません。正直言ってどうなるかわからないですが、うまくいくことを期待しています。とコメントしており、大谷の二刀流でのメジャー挑戦に期待していました。メジャーでも日本と同様に二刀流に挑戦することになった大谷。1年目は投手として4勝を挙げ、野手としては打率2割8分5厘、22本塁打の結果を残し、ア・リーグ新人王に輝きました。しかしメジャー2年目は怪我の影響で投手としての登板はゼロ。野手として106試合出場し、打率2割8分6厘、18本塁打という成績を残しますが、シーズン終盤に下半身の手術のため離脱しました。怪我からの復活を目指したメジャー3年目は、投手として2試合に登板し0勝。野手としては44試合に出場し、打率1割9分、7本塁打という結果でシーズンを終えます。二刀流限界説も囁かれ、野手に専念した方がいいという声も多く上がりました。しかし、二刀流を貫いた大谷翔平はメジャー4年目に覚醒します。投手として23試合に登板し、9勝を挙げ、防御率 3.18。野手としては155試合に出場し、打率2割5分7厘、46本塁打、100打点の好成績を残し、シーズン MVP を獲得します。松井の本塁打記録を更新した大谷翔平。松井秀喜が持つ日本人メジャーリーガーのシーズン最多本塁打記録31本を大幅に更新した大谷翔平。松井は自身の記録を大谷に抜かれた際に、彼こそが真の長距離砲とコメントしています。また、今までの日本人にはないパワーを持っている。逆方向のレフトスタンドに放り込めるのが彼の最大の魅力。と大谷の日本人離れしたパワーを絶賛。過去に日本人メジャーリーガーが残した本塁打数のシーズン記録を見ると、1位から7位まで大谷翔平と松井秀喜で埋め尽くされています。日本でホームランバッターと言われた選手も、そのほとんどが日本時代の記録を下回っていることから、いかにメジャーのレベルが高いのかがわかります。しかし大谷はメジャーで投手として活躍しながら、打者としても日本時代よりホームランを打ってしまいました。メジャーリーグでの野手の評価は、打率よりも本塁打数が重視される傾向にあります。大谷がメジャーに挑戦する前は、松井しか20本塁打以上を達成できていなかったため、日本人野手はパワーがないからメジャー挑戦は難しいとされていました。日本を代表する長距離打者であった松井でさえ、メジャーでは中距離打者と言われていたのです。そのことも踏まえて、松井は大谷のことを真の長距離砲とコメントしたのでしょう。自身の記録を塗り替えた後輩を祝福した松井。アメリカのベースボールファンからは、永遠のレジェンド、いつも通りの品格と絶賛されました。野球の実力だけでなく、人格者としても定評のある松井は、投手大谷についてこうコメントしています。大谷選手は素晴らしいピッチャーです。大リーグの常識を変えた唯一無二の存在。今後もファンや少年たちの夢を背負い、シーズンを乗り切ってほしいと思います。
2021年シーズンは二刀流として前例のない好成績を収めた大谷ですが、2021年シーズン後半では打者としてのマークが厳しくなり、まともに勝負してもらえないケースが増えました。そして打率は2割5分7厘で三振数は189でした。松井はコンスタントに本塁打を打ちながらメジャー通算打率2割8分2厘という好成績で、シーズン三振数が100を超えたのも一度だけです。大谷は来シーズンで28歳とまだまだ成長著しいため、松井が持つ175本という日本人メジャーリーガー通算本塁打記録の更新にも期待を込めて、この動画を終わりたいと思います。